ここパタヤのスリータウンでお店を経営する2つのグループ合わせて7名ほどの間で1月2日に喧嘩が発生。パタヤ生まれパタヤ育ちの52歳男性が命を落とす残念な結果となりました。加害者は逮捕され、詳細はこれから明らかにされますが、警備員雇用に関することで揉め事があったようです。2022年1月5日の午後8時ごろ撮影してますが、年末年始と比べると随分空席が目立つようになりました。今パタヤではこのツリータウンを中心にコロナが急増している状況です。コロナ感染を防ぐために厳しい措置が取られることになりました。お酒を提供するお店においては全従業員の始業前コロナ検査を毎日実施することが義務付けられました。従業員だけでなく利用客も3日ごとのコロナ検査が求められます。こういった厳しい措置によりこの辺りの人出は以前より減ってます。こちらが無料のコロナ検査場です。久しぶりのパッタイ、台風焼きそばです。貧乏人危うきに近寄らずです。ここは安心安全です。何かのとばっちりで怪我でもすると治療費が発生するので、貧乏人危うきに近寄らずです。チキンのパッタイ60バーツ210円です。本来なら海が見えますが、現在ジェットスキー大会の準備が進められています。パッタイは美味しいです。日本の縁日で売ったら飛ぶように売れると思います。1月12日からパタヤ市のこのジョムティエンビーチにてジェットスキーワールドカップが開催されます。日本ではクリスマスツリーはさっさと片付けられますが、パタヤでは1月いっぱいは飾られると思います。こういう風通しの良いところならオミクロンであっても感染する確率は低いと思います。ここは長いこと閉鎖されていたジョムティエンナイトマーケットです。一時はもう復活しないのではと心配になりましたが、復活して嬉しいです。結構いろいろ食べるものがあります。
夕飯を食べたので健康のために少し歩いてからお気に入りの喫茶店にてカフェラテを飲みたいと思います。こういう横断歩道ですが、経験上青で渡るのが最も危険です。こういう歩行者のための信号機はバイクも車も完全無視です。結局左右をよく見てバイク、車が来ないのを確認して渡るしかありません。海岸沿いにこういうこじんまりとしたナイトマーケットがあって、庶民価格で優雅な気分にて食事ができるのはありがたいです。ジョムティエンナイトマーケットの Google 地図は概要欄にあります。それではお気に入りの喫茶店へと向かいます。こういうところに座って食事するのもいいものです。のんびりとしてゆっくりと時間が過ぎていきます。お気に入りの喫茶店へ到着です。カフェラテ45バーツ158円です。チャオドイコーヒーの Google 地図は概要欄にあります。ご視聴ありがとうございました。